はい、どうも、りょうすです。最近は動画投稿のネタも少ないんでね、こういうちょっとした小話的なものもちょくちょく入れていきたいと考えております。僕自身もね、東部をよく撮影してる身なんですけど、たまに JR も撮影する身で、Twitter もやってるんですけど、今 X って言いましたね。そちらのTL にですね、11月7日、結構話題になったポストが流れてきました。それが E217 系の Y101 編成が旧塗装になって運用復帰したってことですね。正直僕北関東の人間なんで、横須賀線とか総武線その辺を走ってる E217 系、どこまで濃い思い出はないんですけど、旧塗装の E217 系はですね、鉄道使いに乗っていて、これが E217 系なんだなって思ったんで、多少はそういう懐かしいなって思ったことありますね。実際に生の目では見たことはないですが、それで案の定、どうやらちょっと僕もあんまり詳しくは見てないのでわかんないんですけど、その流れてくるタイムラインの内容を見るに、要するにトラブルが起こったらもう運行しませんよっていうのがあって、で実際に当日それでやらかして、でも動かなくなって、どうやら動かなくなったみたいです。1日でもあのトラブルがなければ、もうこの先で、しばらく動くはずだったのを1日でトラブルを起こして、動かなくしたっていうことですね。でそういう旧塗装の E217 系が復活しましたという話を置いておきまして、今から約1年前ですね、1年前、我らが東武鉄道、なんと野田線にあの 8111F を復帰させましたよね。あれは2011年に定期運用を離脱した 8111F が、何年だ ?13 年ですね。13年の時を経て、当時のカラーリングに戻されて、しかも野田線、ちょっと路線は違いますけど、なんと13年ぶりに定期運用に入るという、かなり熱い出来事がありましたね。それでそれは今も1年経った今も、ちょっと前に賛否両論なヘッドマークがついてるのはありますけど、1年経った今も、もうすぐ8万系が入るから見られなくなるかもしれませんが、1年経っても、初期の頃はちょっといろいろありましたが、今ではもう 8111F で荒れるということはほとんどなくなってるとは思いますが、それで普通に運用に入っております。で、それで、8111F が運用に入って、1年経ちまして、それで、今回の E217 系の旧塗装で、そう呼ばせてもらいます。それが運用復帰して、1日で運用離脱した。いや、それ、バランスよね。正直言ってさ、だって、確かに、100歩譲って、それが、元からもう1、2匹が走れませんって公言してるんなら、確かにちょっと荒れるのも、正直言って、もう今の鉄道界隈からしたらもうしょうがないかなっていう、1日だけだし、それは人密集するわなってなってるんですけど、おそらくちょっと間違えてる可能性もあんまり調べてないんで、間違えてる可能性ありますけど、話さなければしばらくは走り続けますっていうものを初日に一気に集めて、それで騒ぎを起こして運用離脱する。いや、怒りとかそういうのじゃなくて、もはや笑いますね、もう。いや、別に初日だから特別に何かするとかでもなく、多分一般の費用に入ったわけでしょ。そうですわ、別にそんな初日に急いで記録する必要もないのにさ、それで初日に予防税たかって荒らして、それで、ね、もうじ結局その後一日限りで終わらせてしまう。いや、なんていうの、正直言ってもうあんまりちょっとひどい言い回しはやめときますけど、面白いですね、ほんと。面白いことをしてくれますね。確かに、JR が好きな人、JR はもう、JR 東日本はもう本当に関東だけじゃなく、JR 東日本ですから、首都圏全域で知らされてるのと、一つの、結構大きい施設ではありますけど、東武鉄道、好きな人で言ったら多分 JR の方が多いので、人が増えるのは、確かにわかりますよ。
それでまあ、その8000件の方が、まあ確かに、あの、まあちょっと個人的な感想になっちゃうんですけど、E217 系の塗装が消えたのっていつでしたっけ？ちょっと調べますね。どうやら E217 系の空塗装は2012年に消滅したみたいですね。いや、東部8000系の定期運用よりはまあブランクを置いてないわけだ。まあでも確かに東部8000系の 8111F はまあその間にもまあ臨時運用で見れたとはいえ、まあ、まあでもそれでもですよ。いや、初日に荒らして止めるって、本当にね、面白い。まあ確かに8000系の方は1年以上走ってんのもあの前面のヘッドマークで、ちょっとあれが賛否両道なんで、まあなんか撮る人が減ってるみたいな感じのは言いますけど、まあそれでも確かあの、当初あの運用開始からヘッドマークがつくまでも間1ヶ月もあったわけですから、まあ荒れたんかな。でもその 8111F で荒れたというか情報はあんまり聞いた、正直聞いた覚えはないですね。あー、まあさっきまであの 8111F の運用開始当時のツイートを眺めてたんですけど、まあなんかちょっとなんか危うい的な感じはあったけど、まあ結局はまあ止まらずにその状態のまま1ヶ月走ったってことなんで、まあそこまで大ごとにはならないかなという感じで、まあ多分それを運用用取りはやめるほどの大ごとにはならなかったみたいですね。いやー、それを考えると今回の E210 だけを急塗装1日で止めるほど、まだねラストランで荒れるとかならまだ正直言って分かるような気のしなくもないんですよ。ただあのこれからわんさか走る車両の一番最初の列車にのがなんか特別列車なら分かりますけど、それも何もないあの極めて普通の運用に入ってるやつで一番列車に乗る、一番の運用に1日目の運用にこだわるのは全く理由分かりませんね。まあ多少あの新型車両だったら綺麗っていうとそういうのはあるかもしれませんけど、それ思い出しましたね。あの確か E235 系のあの横須賀総武の時もなんかそれで多少騒ぎになりましたよね。それも今ではまさか走っても飽きるほど見る身ですが、何なんでしょうね。あのそういう面で見るとせっかちなんですかね。いや、僕も正直せっかちなところはあります。せっかちな生活なんですけど、やっぱり本当に2の1番に取らないと気が済まないんでしょうね。まあ多分そういうことだと思います。はい、まあまあそれでまあ僕は今回はあのその今回の E217 系に関してなんかあだこうだ言うそこまで深く言うつもりはなくて、まあ今回言いたいのはこの件を通して 8111F は1年間よくまあ大きなトラブルを起こさず、もうあんな骨董品みたいな電車をよく営業庫によく入れて、もう何もトラブルもなくよく1年頑張りました。本当にありがとうございます。もう来年からもう確かもう日本車両で、まあ、日本車両じゃない、近畿車両か、近畿車両で8万系の製造が確認されてんで、もう E211F がまあ本当一番最初にあのいなくなるのか、もう最後の方まで残り続けるのか、そこはまだ分かんないんですけど、まあこれからもしばらく 8111F にはよろしくお願いしますと言いたいですね。まあそういうことで 8111F は最後、本当に最後、奇跡的な定期運用、最後まで平和に終われるといいですね。ということで、まあ、今回の話はここまで。ご視聴ありがとうございました。では、最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録、まだの方、ぜひチャンネル登録してください。ゲームチャンネルも始めましたので、よかったらそちらも見てくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。